ウイニングポスト92021。こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ウイニングポスト92021ライブ配信始めていきましょう。今回2010年12月3週からということで、3週4週有馬記念の4週ですね。そして表彰式、馬のおそらく入れ替えを中心にやっていくと思います。うまく時間がねあんまり経ってなかったら2011年の1月1週の金杯もやれるかと思います。ぜひ、見てください。Twitch でいつも通り配信しております。Twitch アカウントフォロー、チャットコメントぜひお願いいたします。プリーズマイ Twitch アカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。アーカイブは YouTube にアップロード予定です。アーカイブは31日21時、プレミア公開です。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。This Live アーカイブ My YouTube チャンネル 2days after プレミアライブ My YouTube チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。旧ツイッターである X のアカウントを持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いします。マイツイッター X アカウントフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。ブエナビスタすごい飛んでんな。いいですね。ということで、では始めていきますか。12月3週です。まず、海外はなくて地方の名古屋グランプリですね。天のつぼみ2番人気、1番人気は誠スバルピエロ。これ強いな、しびるを思います。さあ、天のつぼみ先方をどうするか、このままでいいでしょう。ダイジェストです。名古屋 JPN2 名古屋グランプリはダート 2500m の短い直線に入って後続は届くかどうか。誠スパルビエロさらに突き放します。強いです。2番手は天のつぼみ、2着はでもキープしたかな。2着は天のつぼみ、3着にキビルウォー。勝ったのは誠スパルビエロ。2期通りの決着でした。続いてターコイズステークス、片野ポニョ登場。気合い気象、1番人気です。片野ポニョ。2番人気はクラブはベストロケーションですね。他クラブからは凱旋浅田真央も出てまいります。1.8 倍ダントツです。さあ、ベストロケーション、ライバルグランプリエンゼル、あと凱旋浅田真央も上げときましょう。前に行く馬が多いのはちょっと気がかりですね。ダイジェストいきましょう。中山牝馬限定 G3 ターコイズステークス芝 1600m をマイル戦です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあまだ持ったまんま、全然他の話にならないや。押し切りました。2着は凱旋浅田真央、浅田真央が2着か。これが世界を制した実力だ。タタノポニョ、ポニョこれで多分引退レースだろうな。そうですね、まあ早熟なんで仕方ないです。ちょっとやっぱり G1 何勝だっけ、2勝ぐらいしかしてないんじゃないかな。さあ、ベテルギウスステークス、クラブーバーが2頭、凱旋オッパッピーとフォーティファイド、どんな馬だこれ。オリーブディピティが一番人気です。ではダイジェストいきましょう。阪神オープン特別ベテルギウスステークスダート 1800m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。凱旋オッパッピ先頭、外から成田カンピオーネ、あと 200m 先頭は依然として凱旋オッパッピ、2番手は成田カンピオーネ、凱旋オッパッピ、この馬で決まりか。先頭は凱旋オッパッピ、1着でゴールイン、2着は成田カンピオーネ、3着にフォーティファイド、これは桁外れの強さだ。凱旋オッパッピ、なんか発音がうまくいかないよな、凱旋オッパッピ。そして、フランケルが朝日杯フューチュリティステークス出走です。1番人気となっております。グリグリ 3.0 倍、これはもらったでしょう。ライバルはリアルインパクト、サテムパテックあたりかな。クラブは出ていません。先行策も有利働くと思います。レースいきましょう。さあ、2歳馬のチャンピオンを決めます。朝日杯フューチュリティステークスは阪神競馬場芝 1600m で行われます。先週の牝馬の G1 に続き、今週は朝日杯フューチュリティステークスです。スピード、素質、そして完成度が問われるこのレース、ここを制して来年の春の主役に名乗りを上げるのはどの馬か。さあ最後は大外枠のフランケルは入って体勢が整いました。スタートしました。勢いよく飛び出したのはオリーブクエアック、リアルインパクト、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくオリーブクエアック行きました。続いて前へ行くのはリアルインパクト、さらには里のタイガー、12番東海タバスコ、その後ろ里のタイガー、先手を取りました。好位置をキープしています。フランケル、すぐ後ろにエイシンメド、いい位置ですね。うまくコース取りを取ることもできました。里のシェイド、そのうちに続いています。その外にグランプリボス、中山ナイト、すぐ後ろ、内からは湘南マイティ、その隣に東海トーン、なんかまくっていった、ややスローペースといったところか。これが後方の馬にどう影響するでしょうか。前は里のタイガー、まだ粘っています。リアルインパクト、ほとんど差がありません。エイシンジャッカル、リアルインパクトもいい展開ですね。フランケ、前を捕まえられるかどうか。先頭からさあフランケル上がってきた。内からフランケル、ここで先頭はフランケル、先頭に躍り出た。広げにかかります。リアルインパクト懸命にリアルインパクトを引き離す。残り 200m、 これは勝ったでしょう。強いリアルインパクト、フランケル、この馬で決まりか、完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はリアルインパクト、これが世界の実力だ。フランケル、はい、ウイニングランです。フランケル強い、これは日本どころか世界も席巻するでしょうね。レベルはアップです。大飛び、ということで、これで12月4週になりました。大量出走です。有馬記念は3頭です。そしてホープフルも型のついたオルフェーブルを2頭、あと海外には3頭が出走いたします。マナーアイホン気持ちいいが13勝、スマートファルコン11勝、アイポッド世界に花、ウォーケンブルースリー、ウォーケンブルースリーを除いてみんな、ウォーケンブルースリーはこれ勝たないと金札もらえません。なので勝っておきたいが、ここに強烈な壁が立ち塞がります。オルフェーブルは楽しみですね。さあ、有馬記念の展望です。夢のグランプリ、アイポッドの一強なんだ。どうかな、そんな簡単にいくかな。お、クリスマスパーティーです。なんかちょっと色っぽい。銅のお守りプレゼント。お、普通に戻ってし、普通の服に戻ってしまった。上では行きましょう。まず山ガール、1月4週か、まあ1週放牧してもいいんじゃないかな。フィッツ、軽音、軽音ちょっと調子落ちてるぞ、大丈夫なのか。ちょっと引っかかりますね。ちょっとレース考えるか。一生クラスだよな、これ関西馬だよな。赤駒とか、まあ芝だよな。梅花賞、これ行ってみるか。距離適正万能って入ってますね。とりあえず一周放牧、でマイガールはまだデビューしてない。さあ、フランケルどうするかですね。調子は落ちてたんですが、それでも勝てました。精神力も高いな。海外行かせてもいい感じです。まあ休ませるとして次どこに出すかですよね。多分これだと三冠を全部取るのは無理だと思います。中距離馬だよな、ポンポンで、芝のみなんでダートレースにも出れないとなると、この辺はダメ。この辺からかな。イギリス2000ギニ投入してみましょう。これ武豊で、そうだな、あとはマイル戦がいいとは思うからな。そうなるとまあこの辺だろうな。あれ、あでいいのか。まあ3月の1週ぐらいまでは放牧でいいと思います。しばらく休ませましょう。そしてインサイトは覚醒なんでずっと戦えます。ダート路線で頑張ってもらいましょう。しかしまあ問題はあって、ダートのオープンレース、まともなオープンレース、特に重賞が全然ないんだよな。あー、ん？ちょっと待って、海外のレースもあるんだ。3歳以上出れるんだ。じゃあうちの馬も出れるってことや。意外。まあ出ないですけどね、きっと。3歳限定のレースに出る方がいいや。こんなレースあるんだ。頑張ってもらいましょう。で、リズンスターなんで2週ぐらい放牧しときましょうかね。でツイッターはホープフル、状態は問題なし。オルフェーブルはちょっと横ばいは気になるんで、これ出たらもう1週放牧ですね。でポニョンはもう寿命がないんで引退する、ほっとこう。そばにいるねは愛知杯か。愛知杯。まあでも、G1 って一勝してるのか。まあでも、勝ち癖つけときたいとこですよね。なんで、愛知杯なんだ。iPhone も出る。はい、一応放牧しとかないとダメだろうな。で、トゥルースちょっと調子落としてるぞ。休ませよう。でカレンちゃんも1月3週ですね。普通に1週放牧して、それからっていうとこですよね。で送り人は9勝をもう挙げております。早熟の成績ですごいよな。ちょっと待って、2週放牧でいいかな。でブルーレイ、うん分からんな。ブルーレイ本当にフェブラリーでいいのかな。まあいいのか。アラフォーは京都近海。なんかパッとしないよな。スピード本当にどのぐらいの能力なんだろう。でブラックキャビア、8勝上げて、これで金札を、確定させました。まだ戦えるはずです。来年ぐらいまでは走れるんじゃないかな。で初音ミクは5勝上げております。まだまだいけそうです。一応これ1周放牧しときましょう。短距離戦で来年は期待できます。初音ミクまで行ったな。花盛りも出ますね。で、ラキスタが TC、7俺。うわ、これひどい、ちょっと。健康値が低いんですよね。だからか。まあ一種放牧で、ニコニコがドバイゴールドカップまで走らせない。まあこれ金札も獲得しましたしね。好きなレース走らせればいいんですよってなる。だってそこまでをレースで長距離レースってあったっけ？ないんですよね。なので他の馬にチャンスあげたいですよね。なのでもうご覧の通りをローテーションをしっかり組んで、それに従って走らせるようにします。まあこれにステイヤーズステークスとかあればいいかもしれない。ひなわは9勝で AJCC か。なるほどね。芝田あと両対応ですからね。2ループはダート、キャンキャンもダートで、オーケンブルースリー、まあ結構頑張ってほしいね。国内であればなんか強そうだけどな。海外はちょっと不安残りますが、まあ天春も取ったし、ジャパンカップも取ったし、国内であればいい勝負できるんじゃないかな。さあ、スマートハルコン、まあここ地方は 0.5 勝ですが、勝ちを積み重ねたいとこですね。けど戦機はこれまだ走れるんだろうか。まだ走れるね。で千の風は京都近海出る。ハウルはなんだこれ、シチュワーズカップレースをは放牧しときましょう。でアイポッドが当然有馬記念、もう引退かな。アイポッドまあ覚醒なんでまだまだ走れますけど、脂肪馬もねとしての活躍を見たいです。なんか勝てなくなってますしね、去年の有馬記念以降。復活できるかな。そして冬空がペガサスとフェブラリーですね。金シャサがここ反則だよな。まあ金シャサはもう引退してもいいのかな。金シャサ引退ですね。これで気持ちいいがで世界に花の状態がいい。こんな感じか。クラブ見てみましょう。2人だけだな。まあこの2人のプラス額はすごいでかいな。この人はちょっと残念ですけどね、高松海輝は。この辺は来年以降ですね。そしてアリス・リードちゃんが加わってくれました。うわぁ、安平か。最上位はすごいな。横乗り2600勝ってもう世界に花なんですね。こちらは1番はオルフェーブルか。はい、では行きましょう。ネクストです。アメリカンオークス、天の iPhone1 番人気です。レーティングは125、他110を超える馬がないんで、しっかり取ってもらいましょう。レース行きましょう。サンタニタ競馬場 G1 アメリカンオークス、牝馬限定芝 2000m です。こちらアメリカのサンターニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。横一線、綺麗なスタートを切りました。さあ果たして何が行くでしょうか。天の iPhone 前に行きそうです。ノベルゲッター、それに続いています。さらにはオレンジエイトラックス、10番ベアリーシャルール、その後ろ天の iPhone 先手を取りました。その外からエンドゲーリック、オレンジの帽子マーケトリーコード、その後ろベアリーシャレード、そのうちに続いています。さらにはピースフルインチャット並んで13番ディッシュカラリー、これに続いてファミリーダンサー、その隣にシェイクアカーミー、その後ろからはシェイクアコードラングル、並んで8番オートジェム、最後方にプリーティングモニカ、この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度、依然として先頭は7番天野アイフォン、すぐ後ろにエンドゲーリック、そして大きく離れてベアリーシャルエード、この位置です。その外にマーケトリーコードン、その後ろにオレンジエイトラックス、並んで6番ピースフルインチャット、その外にベアリーシャルール、並んで13番ディッシュカラリー。さあここから加速していく。7番天野アイフォン、2番手はエンドゲーリック、間を挟んでベアリーシャルエード、3番手。さあ天野アイフォン逃げ切れるか、日米王者の争いだ。強いですね。他全然影を踏めない。200mを通過して後続はさあ追い出す。2番手はエンドゲーリック、とてつもない強さ。天野アイフォン圧勝でした。天野アイフォンぶっちぎりです。2着はベアリーシャレード、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。天野アイフォン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。1番2連勝。おしか待望の海外遠征をゲットです。そして、日本に戻ってきて東京大商店天の気持ちいいとスマートファルコン出走。気持ちいいの方が人気ですね。クラブは凱旋ゲリラームも出てまいります。ライバルはやっぱりフリ要素ですよね。他ワンダースピード、エスパールシティラも脅威になってくるでしょう。さあ先方ですがちょっと考えどころですね。これはなんか前に行く馬多いんだよな。スワートハルコを先行策にしてみるか。レース行きましょう。大井競馬場 JPN1 東京大賞典ダート 2000m、年末の、ダート王決定戦となります。こちら大井競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました凱旋ゲリラーメン。これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく凱旋ゲリラーメン行きました。続いて前へ行くのはエスポアールシチー、さらにはスマートハルコン、最強王者天の気持ちいい、その後ろ凱旋ゲリラーメン、先手を取りましたフリオーソ、それに続いています黄色の帽子ワンダースピード、その後ろスカートゴームと、この馬もこのグループ、この辺りで各馬第1コーナーに向かっていきます。これに続くのがナージャマジソン、並んで2番ワンダーアキュート、すぐ隣にノーザンパーチ、最後方に名称闘魂、各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。 G1 馬エスポアールシチー好位を追走しております。2馬身から3馬身のリード、間が空いて凱旋ゲリラーメン好位置をキープしています。天の気持ちいい、その隣にスマートハルコン、これに続いてフリオーソ、並んで5番ワンダースピード、フリオーソはそこをマークするような感じですね。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。外回りか。2番手は凱旋ゲリラーメン、3番手に天の気持ちいい、絶好の手応え、天の気持ちいい、いい位置です。先頭を捉えにかかります。仕掛けていく。集団も追い上げにかかります。4コーナーカーブから直線コースに向きました。ここで先頭に立ったスマートハルコンだ。スマートハルコン残り 200m を通過して先頭はスマートハルコンが前に出ました。スマートハルコン差を広げてきましたね。スマートハルコン2着は天の気持ちいい、3着にワンダーキュート、やはり中央の馬が強かった。勝ったのはスマートハルコン。中馬同士の対戦はスマートハルコンが勝ってくれました。まだ来年もやれるんじゃないかな。高速にね、さあ阪神カップです。キンシャサの奇跡引退レース、ブラックキャビア天の花盛りも登場です。さ、キンシャサの奇跡とブラックキャビアのオッズが競っております。両方と丸貝ですね。天の花坂には3番手かな。さあ、2番人気以降は戦法を変えられますが、どうするか。花盛りを差しにしましょう。レース行きましょう。あ、レースかな、まあいいや。阪神カップです。芝 1400m G2 となります。さあ、このレースを最後に短距離で名を発したキンシャサの奇跡は、ターフを去ります。優秀の美を飾れるかどうか。阪神競馬場、本日のメインレースの発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはダイワバーバリアン。綺麗なスタートを切りました。ダッシュをつけてダイワバーバリアン行きました。これに続いて知的信介君、先手を取ったのは知的信介君。並んで6番ヘッドライナー、その外からアグネス・ジェダイ、内からはアイル・ラバゲイ、その隣にブラック・キャビア、ザレマ、そのうちに続いています。黄色の帽子マイネル・スケルツィ、その後ろカノヤ・ザクラ、この馬もこのグループウエスタン・ダンサー、すぐ後ろこれに続いて湘南アルバ、並んで2番スプリングソング、キンシャサの奇跡、この位置です。内回りっていうのもあるでしょうね。2番手は知的信介君、アグネス・ジェダイ、3番手キンシャサの奇跡、まだ動きません。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。中を割ってくる。先頭キンシャサの奇跡、先頭引き離しにかかる。残り 200m を通過して、2番手はブラックキャビア。キンシャサの奇跡、この馬で決まりか。優秀の美のゴール、強い強いキンシャサの奇跡。圧勝ゴールイン。2着はブラックキャビア、3着に天の花盛り、これが G1 馬だ、キンシャサの奇跡。いやー、最後はワンツースリーフィニッシュで花を添えました。キンシャサの奇跡、今までお疲れ様でしたね。絆アップ。さあ、ホープルステークスにオルフェーブルと、型のツイッターが登場。一番人気はベルシャザールです。まあ、とはいえベルシャザールと差わずか。しかも印は鉄板以外全部オルフェーブルが20丸を取っておりますんで、有利な材料ですね。さあ、3番人気がコティリオ。前に行く馬があんまり多くないな。ツイッター先行策やってみますか。ではレースです。2歳中距離を決定戦 G1 ホープフルステークス中山芝 2000m、来年のクラシックをも占うレースとなります。来春の飛躍を期す若駒たちが暮れの中山競馬場に集結しました。皐月賞と同じ舞台で、その素質の高さをいち早く示すのは果たしてどの馬か。 G1 ホープフルステークス、いよいよ発走です。さあ最後は大外枠のリルパスショート、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。好スタートを決めたのはメジロガブスレイ、大鳥リクエスト。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出して大鳥リクエスト鼻に立ちます。その後ろからはメジロガブスレイ、この馬も上がっていく構えです。リルパスショート、どうやら後方からの競馬では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはオールアズワン、その外にタカノツイッター、その隣に大鳥リクエスト、マイネルラクリマ、すぐ後ろ、その後ろにメジロガブスレイ、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。ユニバーサルバンク、その前に進出、すぐ後ろに成田アリゾナ、その外からエンマスターズ、その後ろにメジロカフェ、フェイトフルウォー、そのうちに続いています。その外にトーセンラー、並んで無敗のガノンバラード、1000m を通過。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。その後ろからはマジカルポケット、1番人気のベルシャザール、中段につけています。さあ先頭はまだ漆黒の馬体オールアズワン、タカノツイッター、ほとんど差がありません。大鳥リクエスト、3番手ベルシャザール、いい位置です。先頭を捉えにかかります。後続も追い上げていきます。第4コーナーをカーブして、やってこないのか。さあ先頭に立ったオルフェーブルが追い込んできた。あと 200m、 オルフェーブル追い上げてきた。オルフェーブルさらに突き放します。オルフェーブル今ゴールイン、段違いの強さです。2着はタカノツイッター、安城してやったり G1 の大舞台で強心臓ぶりを遺憾なく発揮しました。勝ったのはオルフェーブル。ウイニングランです。安藤騎手ですね。強い。ツイッターもまあ頑張ったんですけどね。レースの乗りっぷりとしては最高でした。凱旋夢家内がフォーチュンカップとなりましたね。さあ、有馬記念の発送となります。さあここやっぱり頑張ってほしいのはね、オーケンブルースリーですね。ここオーケンブルースリーがもし勝てば、金札を獲得して引退することができますが、どうでしょうね。一番人気は天の世界に花 2.4 倍となります。みんな差しだな。先方クラブは当選上段ビクトアル・ピサーラ、クラブ馬もな、ヘルシオも要注意だしな。結構油断できない構成だよな。さらに当選上段って前に行くから有利ではあるからな。オーケンブルースリーがもうかけるしかないでしょうね、ここは。ということで、行ってみましょう。レースです、年末の大一番、1年の総決算 G1 有馬記念グランプリ芝 2500m は中山競馬場で行われます。いよいよ今年の G1 もこのレースで終わりを迎えます。今年1年ターフを沸かせたスターホースたちが冬枯れの中山競馬場に集結。さあ日本競馬の総決算、夢のグランプリ有馬記念の発走です。さあ最後は大外枠のキャプテントゥーレ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。勢いよく飛び出したのはアーネストリー、ドリームジャーニー、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくアーネストリー行きました。続いて前へ行くのはドリームジャーニー、さらにはオーケンブルースリー、16番キャプテントゥーレ、その後ろアーネストリー、先手を取りました。少し離れてチーフズプリマ続いています。ローズキングダムすぐ後ろ、その隣に当選ジョーダン。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過します。これに続くのがエーシンフラッシュ、すぐ後ろに凱旋ヘルシオ並んで G12 勝ビクトワールピサ、サンライズマックス、それに続きます。間が空いて天のアイポッド、天の世界の花、後ろからになりました。すぐ後ろにメジロヌーベル。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。その後ろからはサンテミリオン、しんがりからダークシャドウ。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度4番アーネストリー、依然として先頭。すぐ後ろにキャプテントゥーレ、さらには凱旋ヘルシオ、そして大きく離れて冒険ブルースリー、この位置です。その外からビクトワールピサ、その後ろに当選ジョーダン。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭は依然として4番アーネストリー、キャプテントゥーレ、ほとんど差がありません。凱旋ブルースに上がってくるか。最強女王天の世界の花、まだ後ろ。いや上がってこれない。果たして届くかどうか。後続も追い上げていきます。さあ先頭はアーネストリー。アーネストリーがいい感じだが、中から割ってきたあのクラブ馬なんだ。ヘルシオだ。当選ジョーダンか。なんだ。大激戦のゴール前。これは写真判定です。なんか直線だけですごい伸び足見せた馬がいる。俺は際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。当選ジョーダンがもらったと思ったら、すごいな世界に花の伸び足。タイムもすごいです。世界に花一気にかわしてしまいました。そうです。世界に花も8歳なんで、これが最後のレースだったんです。優秀の美を飾りましたね。モケブルー3は来年も頑張らなきゃいけません。 iPod はなんか良くないですね。 iPod3OK ブルースリーはまあなんとか走らせるとして、他は引退かな。淀川雅彦が成長してましたね。もちろんはい。10個目の G1 のタイトル、まあ引退するんだけどね。お、なんだろう、該当なしです。なしか。久しぶりにこの時3歳だったんですね、iPod。で3歳で4年後に選ばれるんだ、たまちゃん。すごいな、これ。ミスプロ系とサイデーサイエンス系が並んでますね、日本では。アメリカでは完全にボシュではサドラーズウェルズ系、アメリカではミスプロ系がトップですか。海外のレース結構総なめにしてるな、アメリカは。こうなってます。4レースだけ取れなかった AC フラッシュもか。うん、言うまではないでしょうね。BC マイルを取ってるからな。ルーラーシップもいいよな。チタンヤはよく頑張った。父、金亀なんですね、これ。ルーラーシップでした。これ3歳馬なんですよね、ルーラーシップは。天野の馬も浮上してますね。まあでも米国参加の馬がいたからな。去年金引きだったんですね。ゲームオンデュード、これはまあ文句なしです。ここにもブラックキャビアが選ばれてます。シリス・デゼーグルかな、他にも取ってますしね。ワークホースも凱旋門賞を取ってるから、ワークホースかもしれないな。トップダンスシティ取ってたりするんだよな。シュリース・デゼーグルの方だった。もちろんグリーンデザートなんだ。メンタルエクスプレスか。もうストームキャット、下降気味ですが引退できません。キンシャサは嫌でも引退。アイポッドももういいかな。スワートハルコは引退してもいいんだけどな。まあ覚醒なんでもう1年やりましょう。浜の椿をまだいけるんじゃないかな。いけない。山の椿を引退。ニコニコが何勝？ニコニコ一緒ですね。ああ、万世だからまだやれる。ゲドスハニカミがちょっと落ちてる。ハニカミまあ早熟馬だか。まあ9勝あげたんで、これはもう引退でいいでしょう。ゲド戦記は10勝。ハウルは11勝。ハウルはもういいかな。でもまだ調子いいんだよな。課題が完成されてます。来年はまだ上を狙いますよって言ってる。まあでもレース出るからな、引退させるわけにはいかないよな。で春日も来年も活躍できると思いますって書いてある。あでもどうなんかな。ちなみにハルヒは12勝や。ハルヒ引退かな。イナバウアーは9勝です。番宣なんでまだまだ活躍してもらいましょう。アミーガもう引退だよな。なんもなんでも。アミーゴは引退です。結構引退する馬多いな今年は。でルーラーシップとかをまだ引退できない。送り人は9勝上げましたね。でもまだ活躍できるらしい。ポニョはまあもう無理か。ポニョは無理。千の風もなんか加工気味にいってますね。まあ期待はできないよな。送り人はまだ頑張ってもらう。想定内は覚醒ですけどね。どうするかな。まあでもまだ頑張ってもらおう。初音ミクもまあ5勝なんで、ここで引退させるわけにいかないですね。プログはどうだろう。まあまだ走らせていいんじゃないかな。この辺は覚醒だからな、冬ソナも含め。ただ冬ソナはちょっといけないよな、これ走らせたら。いくら覚醒だからって言って走らせすぎな感はある。ただ牝馬の引退が多いんだよな今年。なので簡単に引退させるのはどうかな。まあドロロは引退するし、気持ちいいもうダメなのかな。うん、気持ちいいも引退なんで、引退する馬が多いんですよね、なんせ。エールループをまだ頑張ってもらうし、馬盛りも。花盛りはまだ走れる。フェイトは？フェイトはもうそろそろじゃないの？フェイト万世なんだ。じゃあまだ走れそうですね。ブルーレイは？遅めなんでまだ走れる。ヒーローは走ってもらわなきゃ困る。もうちょっとなんですけどね。でキャンキャンもまあまだ走らせましょう。ゼニアッタはもう引退させていいんじゃないかな。まだ走るのか。万世だからな。そばにいるねをまだ走る。 iPhone ももちろん走る。ラキスタとかこのアラフォーとかまだまだだからな。この辺も小泉がお13勝ですね。小泉は引退させましょう。もう役目は終わりました。カレンちゃんとかはまだまだですし、グーとかはまだ。ブエナビスタはどうだろう。まだ走れんのかな。そうだ、シーツバーの場合は引退しさが来てるかどうかも大事です。なければまだ走れますし、そうでなければもうターフを去ることになります。ブラックキャビアとかをまだ来年は走れるっていう感じですね。以上かな。今年は引退多いですね。ありがたい。カミソリの切れ味。もちろん金の像。金です。ハニカミも金。ストームキャット。世界に花金。有馬記念を優秀の美で取ることができました。何勝だっけ ?22 勝か。すごいな。最初の G1 がベルモントオークス招待だったよな。それからダートも芝も関係なく G1 取っていったんだよな。最後の方はほぼ芝ばっかりになった。勝ちタイヤは金ですね。よかった。まあ最後の急速な追い上げがありましたからね。ここまで本当地方交流重賞ぐらいしか勝てなかったもんね。それが本当に最後の1年はものすごい活躍だったですね。そして気持ちいいもう金です。金車差は先行のスプリンター終始強かったですよね。歴史的な勇者ですよね。今年はもう全勝ですしね。おまけに天の椿もう金です。芝まあ派手さはないけど堅実に勝っていきましたね。そして春日も金です。12勝。あと短距離を主体に勝っていきました。ポニョはどうか4勝ですね。秋華賞を取ることが最終年で秋華賞を取ることができましたっていうか3歳かこれはい。おー気持ちいいですらダメなんや。いやおかしいだろう。チャンピオンズカップとか勝ってる11勝の馬がなんで乗馬になるんだ。すごいな。残酷すぎだろう。勝ちたいんやで行ってみます。おじき関引退なんですね。鹿島ウイングがついに引退か。気持ちいい。かわいそうすぎ。13勝してるのに乗馬ってミスプロ系のまあ決闘はいいんだけどな、まさかの乗馬、切り札までもらってまさかの乗馬、まあ、千の風は時間取ってないからしゃあないけどね。あと牝馬みんな繁殖牝馬になってくれます。金シャサ、 iPod、 アミーゴが、満杯ですね。ハニカミも結構いい線をいってます。パワーアルトビスカー系、どんな馬だ、光サーメットとかいるんだ。もうディープインパクト系統なんだ。アマノドロロもアマノブルーレイもそうなんですね。ミレニアムバイオ、ステラリード、スマートボーイ、 AP ジェット、オスミダイナー、オスメンテスコ、バンブトンコート、電車道とかか、ケイティーズ、お、すごいな。牝馬の牝系ですよ。これはすごい血統だ、まあ、間違いなくすごいですよね。この青と赤ってなんだろう、まあいいんじゃないでしょうか。アトランタが解散、ベイスターズ解散、とりあえず買っときましょう。さあ海外からこの辺買わないとダメなのかな。ライラックアンドレース、リリサイドは気になりますね。まあでもすぐ買わなくてもいいよね。ワールドリープレジャー、ワールドリープレジャーの3区一覧を見ていると、ワールドリースター、どんな馬だ、あ、これはそんな馬じゃない。ゲームオン流動を生んだ馬なんだ。あ、そうですかっていう感じやな。ライラックススアンドレース。ライラックローズが1年目だが、なんだろう。ラッキーライラックあたりは知ってるけどな。大阪杯取ってるな。大阪杯にエリジョが連覇してる馬だ。あ、阪神ジュベナイルフィーズを取ってるか。G14 勝か。これはいい馬だな。これラッキーライラックはいつ生まれるんだっけ。2015年か。父オールフェーブルですね。で、あとはリリサイド。これはどうだろう。これはいい馬なのかな。ネット競馬を今見ております。ネット競馬の3区一覧。レイリオン？あ、リスグラシュを生むんだ。リスグラシュですね。リスグラシュを2014年に売る。まあ、すごい活躍ですよね、リスグラシュは下から見ると、まあ、なかなか前線マンだったんだな、リスグラシュ。2018年はエリジョで初 G1 を取って、それから、翌2019年には、宝塚取って、で、コックスプレートを取るんですよ、この馬。すごいな。そして最後、有馬記念を取って優秀の美。他もまあ海外に果敢に挑戦はしてることもないか。香港バーズとかは行ってますね。香港には行ってるんだ。あとムーニーバレー。父ハーツくらいなんだな。2014年か。まあ、まだ時間あるんで後回しでいいと思います。この辺は銀も怖いな。金のエンゼル、銀のエンゼル。あ、ハービンジャーだ。いや、買わないですけどね。さあ、6頭売却。いや、クラブだからすごい売却しないといけないんだ。まあ、ポニョいきなり売却ですよね。と年齢が他人のシスターってもう北海港って産まないよな。ホワイトウォーターヘア。まあ、ビクトアル・ピサを産んでるね。ビアハイジ。ストームソング。ちょっとなんか惜しい感じかな。ストームソングってなんか産むんかな。ホームソング3区一覧。あ、もう産まないよね。もう本来ならもう生まれてない、もういないはずの馬なんで、ストームソングは売却しましょう。不受胎ですし価値も落ちたな。何をシスターか。他はこれはどうだろう。ウォッカの後って動くかなと、ラテラルアークっていうのを生むけど、これが最後ですね。これ500万下までしかいかないよね。谷吉スターを売却でいいと思う。高さ投手ってどうなんだろう。スイープ投手を生んでるけどな。フェアリードールはフェアリーダンス。トゥーザビクトリーですよね。名品言われてるから売るのちょっとね、ブロードアピールとかか。どうなんだろう、ブロードアピールって。この辺は恒例なんで、どこまで置いとくかっていうのは、ファストフレンドもそうですけど、選択強いられますよね。シーツバとしてはちょっと厳しいのかな。なんか地方で走る馬が多いですね。なんで、まあ、意外とパッとしないのかもしれない。売ってもいいかな。16歳だもんね。よく競泳マーチもな。ロンバケってどうなんだろう。ロンバケ、天のアニエスと片の猫返し。軽くはないけどな。モーテンネン、エアトゥーレ、まあ、グランモンタナが生まれる。どうなんだエアトゥーレって。でもなるべく自家生産馬確保しときたいです。あ、まだまだ馬うんだ。ミラクルホース、コンテッサトゥーレ、テラノバ。ノルトエンデってなんか聞いたことあるな。ああ、なるほど。シルバーソニックはステイヤーズを取る馬ではある。なので、ただ2022年なんで、これ2021年のバージョンなんで、ステイヤーズとはその後ですけどね。ちなみに去年の天皇賞春もシルバーソニックは3着に入っております。ずっと条件戦で走ってたんだこの馬。2021年の6月までは。なので、まああんまりこの情報のデータは入ってないだろうな。売ろう。あと7頭売らなければいけません。ビリーブとかか。ビリーブはどうなんだろうな。ビリーブはジャンダルムがいるな。ジャンダルム、これ結構、ジャンダルムがスプリンターズステークスを取ってるんだ。まあ、それだけですけど、で、まだ諦めてはいけないですね。ハイモーションもなんか安いな。代表産区がないな。あれ、ファインモーションはオスヒンバだよな。あれなんで、そうなんだ。染色体以上で繁殖できる体じゃなかったんで、ハイモーションは子孫を残せなかったんですね。それは知らんかった。なのでちょっと残酷ですが売ります。他のニキータってなんだこれ。銀札ですね。他のリッキーを生むぐらいか。いや、どうなんだろう。他のニキータ。スーパーホース生む可能性あるからな。コパのリッキーの後は、まあ、コパのシリーズが続くけど。厳しいかなと思う。悪くないように見えるけどな。まだちょっと売るのはもったいないような。あ、ロゴタイプか。ってこれひょっとしたらスーパーホース生む可能性あるよな。3区一覧ダノンスミッキーアイル。ミッキーアイルか。これは絶対売っちゃいけません。この年です。サムトゥワンラブとか持ってるってことはなんか生むんだろうな。この辺はドローロは売っちゃえ。オディールってどうだろう。オディール多分牝馬用に買ったと思うんですよね。牝馬じゃない、足毛用に買った馬だよな、これ。あ、これ種牡馬、牝馬繁殖できなかったんか。これあれしたんだ、故障したんだ、最後のレースで。うん、厳しいですね。あと3頭か、悩むな。ダンパタバサ東証、桃天然が結構、桃天然意外といいのか。あ、片野春日がいいのか。なっちゃんも大活躍ですよね。ブログラキスタ、ドレミがインサイト、ラブマシーンがはにかみアテネだからな、悪くないように見える。ステレオタイプを売るか。セカチュウとエキナカぐらいだろうなと、売れるのは。で、てるてるをクラブに転向しましょう。こんな感じかな。なんか大量に売る羽目になっちゃいましたが、仕方ないな。なんかたくさんリリースしました。車台がいないのが嬉しいです。ホームファームが本当大量に引き取ってくれるし、平山牧場も、まあ、寄せ送ってくれ。種牡馬も6頭売らなければなりません。もうしんどいね、多分。あと3頭、イングランディーレとかかな。ライス売るのはちょっと痛いが、あんまり正直厳しいな。シミラクル年齢考えたらスプリングスかな。イチローとか1600万とか、スペが1900万とかすごいよな。つまり走る馬が出るともっと実績が上がるんだ。夏剣とかもなんかパッとしないのかな。骨付けは何頭あるんだろう。今季は7頭なんですね。ステイゴールドとかも厳しいかもな。ナルトとかも不安だよな。うん、じゃあこれでいきましょう。セムスカイ50位、アグネスゴールド、あ、全然ダメだな。これはまだわからん。フィット上がってるアイボが40位、タイタニックは、タイタニックいいですね、17位なんだ。凱旋石壁がいいのか。この辺はまだまだなんだろうな。ちょっとベイスターズの調子が落ちてきたか。5頭ですね。ちょっとベイスターズ売ってもいいかもな。アトランタも同様ですね。伸びが悪いな、アトランタ。それならまだ線は伸びてるし可能性あるかもしれない。あと3頭だけど。安い方からクラブに行かせようか。タイタニック、黒ベイスターズ、どうしようかな。マツケンかな。カブトファームとかですね。クリストナが転球しないといけません。永瀬さんにお任せしましょう。引退する助教師もいる。騎手、新たな騎手がデビューする。でも辞める騎手もいる。浜中騎手はフリーか。さあまず、C2馬の判断をしましょう。こんだけ C2馬いるからな。5頭まで2頭の3頭5頭までなんで2頭は跳ねられてしまいます。まあまあ殺しはもう言うまでもないな。もう1頭どうするかな。ジェンティルロンナかな。でジャスターウェイだろ。まあでも北高タルマエも持っておきたいんだよな。北高タルマエクラブビルシーナ、ビルシーナってどんなのだっけ。大物。まあでも能力高いですからね。アイム・ユアーズとかも含めて。グランモンタナなんかもこうかな。ちょっとグランモンタナ厳しいよな。ジャスターへ2頭のうちどっちかですよね。どっちを取るか。ピルシーナとアイム・ユアーズか。まあこの辺の馬はあれですからね。ビクトリアマイルを2連覇してるんだ。でアイム・ユアーズがアイム・ユアーズはフィリーズレビューまでですね。ちょっとこう考えるとアイム・ユアーズの方が落ちる。ビルシーナがクラブかな。ジョアド・ビーウェルもいいんだけどな。そうか。まずは山のなっちゃんか。で、2011年か。2010年の流行か。を見ていきましょう。そう、日光がなんか事実お父さんですね。あとなんかはやぶさがなんかいるな。はやぶさ書いてきたな。いいし、クロスカップリング。朝青龍引退。ゲゲゲの女房の年か。あと食べるラー油。AKB ですね。AKB かな。天野 AKB、 天野 AKB。 天野 AKB、 天野 AKB。 これでいきましょう。どこで入球するか考えますね。森村さんもいいですね。悪くはないよね。でも森さんのとこ行きましょう。ちなみにそのシーツ馬2頭も先に決めておきましょう。まあ、関西のところで高田って身長教師か。佐久間さんジェンティル女も関西馬ですけどね。森村さん行きましょう。さあ次です。ロンバケ。さっきはやぶさが出てきたんで、はやぶさでいきましょう。天野はやぶさ、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 天野はやぶさ。入球。これはまあ関東でできれば行きたいとこですね。村さんはいいや。的場さんもいるや。的場さん悪くないじゃないですか。入れましょう。これであと6頭か。シーキング・ザ・パールか。次はこれですね。ちっティス・ソング・オブ・ウィンドです。大物雰囲気、二重丸がついてますね。さあ何を入れるか。整いましたってこの年なんだな。これっておすま牝馬か。女子会か。女子会が流行ってるんだこの時点で。天の女子会、天の女子会、天の女子会、こうかな。天の女子会、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 天の女子会。うん、これで入球しましょう。どうしよう。奈良さん行きましょう。ルーズ旅か。ナウか。ナウが流行ってんな。あとイクメン。イクメンってあれだな。でもイクメンは男だもんな。そんな装備で大丈夫か。エコポイント、スマホ、猛暑時間、牛丼、LED 連休、坂本龍馬。なんで羽田空港がヒット商品なんだ。エコポイントはまあわかるけど、あと方角のヒットポイントがヘビロテとポニーテールとシュシュなんかはそうだよな。アリエッティがそうだ。アリエッティヘビロテ行ってみるか。ヘビロテ行きましょう。天のヘビロテ、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 天のヘビロテ。うん。で入球。悪くないけどなこの辺も。半外武田さん。ルーズ旅か。そしてホワイトウォーターヘア、これですね。これオス馬ですね。これをさっきのイクメンにするか。天野イクメン森永さんかな。いやでも3頭も預けてるからな。富樫さん、これであと何頭だ？あと3頭だ。あと房市パンドラだ、次が。これ牝馬ですね。これアリエッティかな、仮暮らしの。天野アリエッティなんか叫ぶ時がまあ問題になりそうだけどな。菊池さんが42だけどちょっとやっぱり力が落ちるよな。渋井さんに預けましょう。これであと2頭です。ばっかりだな。アニメ映画本当に調子いいな。モンスターなんかすごいひどいなこれ。氷額の AKB と嵐だけじゃないか。アバターとかもこの年に流行ったのか。トイ・ストーリー、オーシャンズ、アリス・イン・ワンダーランド。アリス・イン・ワンダーランドってどんな映画なんだろう。あんまり聞いたことがないな。あとベスト、あ、もしドラってこの年なんだ。ドラッカーのドラッカーだったっけ？ドラッカーだっけ？ドラッカーか。天野ドラッカー。天のドラッカー、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 悩むな。本田厩舎何歳だ。まだ53歳か。じゃあ入れましょう。あと1頭ですね。あとファストフレンドとか競泳マーチとか、うん。エアグルーブかな。これオス馬なんですね。海猿なんかな。海猿だろうな。天の海猿、天の海猿、三上さんだろうな。さあこれで10頭埋まりました。残りはクラブ馬なんだけど、この辺はみんなクラブに行くよな。どうしてもっていう馬はいないよな。まあないよな。競泳マーチは1歳ぐらいなのか。ファッションのトレンドなんかもあるんだ。進化系スキニーだけ。ボトムは5センチなんたらかんたら。ファッションばっかりやな。羽田空港って再度国際線が復活したんだ。あとバンクーバーオリンピックですね。食べるラー油ぐらいだよな。ポケット Wi-Fi もこの年ですね。あとなぜの 3D ブームとか K-POP とか難しいな。あ、プリズンブレイクとか懐かしいな。動画はまあアリエッティは言うまでもないけど、放課後ティータイムがここへ出てくるのか。負けしワンピ、まあ入るときはな。カンカン帽なんて流行ったんだ。クロップドパンツ、デカレボン、カンカン帽はびっくりだ。ブーツサンダルか。ブーツサンダルはこの辺からなんだな。オールインワンアクション、ロンバースってなんだ。ロンバースって子供、ああ、ロンバースって子供向けのファッションなのか。カゴバッグ、高視聴率ドラマ、月の恋人、ブリーダー、逃げられない女、人情、情けない怪物くん。なんだろうな、ブリーダー、ドラマ主題歌、あとゲゲゲの女房ぐらいだよな。だって、うん。あと K-POP とかか。あと君に届けなんかがすごい売れてんな。フェアリーテールとか。文庫本は告白が上か。漫画がまあワンピースとかだろうから。プレミアムロールケーキも流行ってんだ。まあこの辺はそうだろうな。と流行したおもちゃ、オタマトーンってこの年なんだ。悩むなぁ。ハリエッテ海空はあるし、お堂同意捜査線もう3があるんですよね、ムービーの。あと告白ぐらいしかないな。若干告白で行ってみるか。告白は小説の1位でもありますしね。凱旋告白、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 凱旋告白。凱旋告白、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 凱旋告白。なんかうるさいなーっていう。じゃあわ。クラブだよ。ということで、以上かな。あとはみんなクラブで、で、この3頭だけが売却ということでいきます。クラブは17頭ですね。アイミリュアーズな、もったいない気はするけどな。グアンモンタナはああ、なるほどな。だから売られていったんだ。さあ行きましょう。評価額やばいな。こんなの。なかったら意味ないや。こうたる前とかをこの辺で。もちろん1億円。あ、2時間近くになったんでここまでかな、本日は。あとローテ決めて終わりかな。ラフォーだけか。まあ2人とも運動で。お、淀川由衣子。あ、そうか、海外行ってんだ。1人しか選べない。まあ満作、幸せになれ。高尾さん側ってどっちだ。いいえ。すごいことになったな。清武由衣子になった。まだ5勝しかあげてない。力を深める。外国サンバのおすすめ。ローテ決めて終わりますが、少しお待ちください。1分ほど。はい、お待たせいたしました。では、再開いたします。では。ローテだけ決めて、終わりします。まず冬ソナ最終年ですね。冬ソナは13勝か。ブログが大阪杯、ブログは10勝上げております。ただ大阪杯で終わりしていいのかちょっと考えどころなので、他の登録馬がいない場合は出してもいいんじゃないかな。こことかも全然あり得るよな。にでもなんだっけ、長距離馬いたよな。なんだっけ、そう王権ブルース・リーのローテが最優先なんです。ここ大事なのは。なので2100の3300だからな。ここぐらいしかないけどねえ、ちょっと走ってくれるかどうかですよね。この辺かな。あ、ダートか。ダートはダメだ。まあでも普通に考えたら、ここがすごい走りやすいんですよね。ただルーラーシップがいるからな。ここはアメリカか。PC タフ2、3着の馬がいるから安心はできないよな。とドバイシーマとかあるけどどうするかはちょっと考えないとな。とりあえずここ登録はしとく。でもそれがいい判断なのかどうかわからない。まだあとちょっと待ってよ。絆コマンドで寿命を伸ばすことってできないの？ケーブル3、6歳。ちょっと待ってよ。寿命を伸ばすことってできるような気がする。縮んだっけ？通してあげるやつ。凱旋門賞接してる。これはどうなんだろう。あ、この馬はダメなんだ。もう1歳上じゃないとダメだ。カウバックエールは。なんで年齢的にはもうここまでだもんな。で結構ギリギリの馬ってないから、まあやれることってないよな。軌道戦記は何勝 ?10 勝だから別にどのレース出たって構わない。ただ大阪杯ちょっと長いよな。それならば普通に香港取っちゃうよね。ハウルとかいるから。ここに挑ませましょう。あ、これだと簡単に取れないよな。でイナバウアーがこのテネループ、フェイト、キャンキャン、この辺はいつも通りをローテだよな。ニコニコが8勝上げててもうローテ決定。つぼみはニカステークスかいやそんなわけはない。ん？距離は2100なんで川崎記念もいけますね。まあ2頭出てるんですけどね。まあそうじゃなかったらこの辺、あ、ここは長いのか。あ、グーがいるんだ。花盛りがいるんだ。ああ、なんかあんまり出れない。ここぐらいやな。つぼみが登録してる。ここですね、やっぱり。ダイオライト記念。ブエナビスタ、まあ当然大阪杯狙うのは分かりますよね。あ、なおこれダートだからな。まあゴドルフィンマイルとかもあるけど。まあ、大阪杯でいいでしょう。ブエナビスタはブラックキャビアは高松宮記念、まあ妥当ではありますが、その回出せるレースってないのか。初音ミクがいる。そう、初音ミクに勝たせないといけないですよね。クレディトで、あとフューチュリティステクスだが賞金が安いよな。1500、短いですはない。これ G3 でこんな賞金稼げるんだ。出ましょう。あと思ったけどダートだ。ダートはダメなんだな。これだったらこっちですよね。こっちじゃない、こっちです。アルコーブスプリス海外の方に出させます。名づかりがで、ラキスタはルーラーシップまだ5勝だし、ブルーレイは4勝ですね。遅めなんでまだまだいけます。芝田あと両対応、フェブラリーか。フェブラリーじゃないレースに出た方がいいかもしれない。例えばこの辺とかな。冬ソナがいるんだ。ここでもいいような気がするかな。でアラフォーが中山金杯だろう。なんかトゥルース落ちてる、調子が。グーがで、ツイッターが北木賞、距離適正的山田とか蓮舫が惜しかったな。クイーンカップまあ妥当ではあるけどな。馬がある若竹賞は妥当。ヒッツが菜の花賞、ケオン梅花賞ともっと距離が長い方を選ぶ。でマイガールがデビュー待ちっていう感じですね。で2歳馬が入厩していますという状況ですね、今は。小泉電動馬ですね。うち称号が2頭こんだけいます。中山金杯が天野アラフォーですよね。知人の中でビアハイジの方をはいということで、今回ここまでになります。見ていただいてありがとうございました。Twitch で配信を行いました。Twitch アカウントフォロー、リポス、お願い、Twitch アカウントフォローお願いいたします。Please my Twitch アカウントフォロー please。この配信は YouTube のにアーカイブで2日後31日21時からプレミア公開でアーカイブ流します。ぜひそちらもご覧ください。また YouTube のチャンネル登録高評価もお願いいたします。This Live Archive My YouTube チャンネルアップロードプレミアライブ 2days after My YouTube チャンネルサブスクライブドアンドグッドボタンプリーズ。旧 Twitter である X のアカウントを持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いします。TwitterX マイアカウントプリーズフォロー&リポスト&グッドボタンということで、ウィニングボスト92021ライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。